ジョン・アーロン・ローリンズジョン・アーロン・ローリンズはアメリカ合衆国の軍人、政治家。南北戦争では北軍の将軍を務め、戦後はユリシーズ・グラント大統領の下で第29代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1831年2月13日、ローリンズはイリノイ州カリーナにおいて誕生した。ローリンズはマウント・モリスにある ロックリバー神学校でおよそ1年半の教育を受けた。その後ローリンズはガリーナでアイザックスティーブンズの法律事務所に入り法律を学んだ。ローリンズは1854年に弁護士として認可を受けた。ローリンズはスティーブンズと共同で法律事務所を経営した。弁護士事務所は後にローリンズとその弟子、デイビッド・シーアンとの共同経営となった。 ローリンズは1857年にガリーナの検事を務めた。またこの頃、ローリンズはアメリカ中西部の数勢に同調し民主党のスティーブン・ダグラスを支持した。南北戦争期のローリンズ1861年に南北戦争が開戦するとローリンズはユリシーズ・グラントと知り合った。グラントはイリノイ州ガリーナで兵士を募り連帯を編成するところであった。 ローリンズは、志願兵として、グラントの下につき、副官として軍に参加した。1861年8月30日、ローリンズは、グラントの要請により合衆国陸軍に対位として、加わり、グラントの指揮権下で副参謀補佐となった。ローリンズは、南北戦争の大部分をグラントに随伴して過ごし、地位や職責を次第に高めていった。ローリンズは、 テネシー軍参謀長、ミシシッピ州軍事部参謀長などを歴任した。ローリンズは1862年5月14日に、少佐1862年11月1日に、中佐となった。ローリンズは、細やかな配慮を欠かさない人物として知られていた。ローリンズは、あらゆる手続きを遵守すべきという信念を持っていた。ローリンズは1863年8月11日に、 順庄に昇進した。同時に、グラントは大将に昇進し、合衆国陸軍全体を統括する立場となった。グラントは、ローリンズを合衆国陸軍総司令部の首席補佐官として任命した。ローリンズは1865年2月24日に名誉少将に昇進し、続いて3月3日に正規軍の順庄となった。そして4月9日、ローリンズは、 正規軍の名誉少将に昇進した。陸軍長官時代のローリンズ・ローリンズは南北戦争後もグラントの下に止まった。そしてグラントが大統領に当選するとグラントはローリンズを陸軍長官に任命した。ながローリンズは間もなく結核に感染し健康を損なった。主治医はローリンズに対しアリゾナで静養することを勧めた。アリゾナの乾燥した。 砂漠気候が病気の悪化を抑制すると判断したためであった。ながローリンズはその提案を断り陸軍長官としてグラント大統領の側に泊まることを希望した。そして1869年9月6日、ローリンズはワシントン DC において死去した。ローリンズの遺体は議会墓地に埋葬され、その後アーリントン国立墓地の第二地区第17区画に 移送された。グラント将軍とそのスタッフローリンズは南北戦争中、グラントの対外的イメージを気にかけ、その維持に努めた。グラントは戦前、アルコール中毒でトラブルを起こしていた。この事実は、ローリンズがグラントに宛てた手紙において言及されている。ローリンズは、グラントに対して、軍の指揮中は常に冷静さを維持するよう要求した。この手紙は、 グラントの死後の1891年頃に公開された。ローリンズはまた次のようにも言及した。私はワイン瓶を飲み干したあなたの姿を拝見した。あなたは皆と楽しげに飲んでいた。だがこのようなことはしないでいただきたいまたローリンズはこの助言についてお気をつけてさえいただければ何の問題もありませんとも付け加えた。その結果グラントは 重要な意思決定を行う際に飲酒により正常ではない判断を下すことはなかった。ローリンズが結核で死去した時、グラントとローリンズの間に溝ができていたのではないかという噂が上がった。ローリンズの徹底したイメージ戦略にグラントが辟易したのではないかという噂である。ローリンズが死去した時、グラントは公認の陸軍長官として ウィリアム・シャーマンを暫定的に起用した。ローリンズは死の直前に書いた回想録の中で次のように述べている。グラントは戦後、私のことについて2回しか言及しなかった。それは、後人としての関係、及び詩人としての関係をないがしろにするものであった。かつてグラントの部下だったメンバーは、ローリンズのように忠実な人物をグラントが冷たく、あしらったことに憤慨した。 歴史家のエバレット・ビーチ・ロングは、グラントとローリンズの関係について、次のように解釈している。グラントは、自分の悪い習慣を指摘してくれるローリンズを、保護者として尊敬していた。グラントは、ローリンズを称賛しすぎてしまうのではないかと、心配していたのかもしれない、バージニア州シティポイントにて、妻子と共にローリンズの父親は、ジェームズ・ドーソン・ローリンズ、母親は、ルイザ・コリアーであった。 ローリンズは1856年6月4日に、エミリー・スミスと結婚した。ローリンズは、エミリーとの間に、以下の子供を設けた。ジェイン・ルイザ・ローリンズ、ジェームズ・ブラドナー・ローリンズ、エミリー・スミス・ローリンズ・ローリンズは1863年12月24日に、メアリー・エメリン・ハールバートと結婚した。ローリンズは、メアリーとの間に、以下の子供を設けた。メアリー・ローリンズ、 ウィリー・ローリンズ・バイオレット・ローリンズ、ABC ・ザ・ポリティカル・グレーブ・ヤード、ハット・ ABCD ・ U.S. Army Center of Military History、ハット・ ABCD ・ EFGHI ・アーリントン、ナショナル・セメタリー、ハット・アーティクル・オン・ローリンズ・アット・ザ・ユリシーズ・エス・グラント・ホームペ。ありがとうございます。